そこで貼るのやめてくんないか、そこで。あのね、そこで貼るのはやめてくれ。画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。これ何の実？何も実がついてないけども。気のせいかな。今回もね、ザ・フォレストの方やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。アップデート入りましてね、バージョン 0.18C になりましたね。C になって、まあ何が変わったかというとね、お洗濯が終わったな。これ、斧のこれ、デザインが一新されてますね。これですね。うん。いや、それだけじゃないんだけど、もちろん。なんかいろいろと細々としたバグなど、マルチプレイにおいてのバグなどもなんか変わってるということみたいですね。あ、トイレの瓶が。でですね、やってて気づいたんですけども、ちょっとね、おっと思うアップデートが入っていました。ちょっと今から確認しに行ってみましょうか。あれ？これなんだ？あ、ただのホッチキスか。ホッチキスみたいな、なんかライトみたいなやつかな。前回見つけてた、なんかこう十字架とか聖書はね、探しましたけど、ないですね。あれはね。もう一回、ニューゲームでやったらもしかしたら手に入ってることになってるのかもしれませんね。ちなみに建築は追加されてないです。うん。ただなんかいろいろこうバグを、調整されてるらしいですね、建築の方もね。なんかボートがうんたらって書いてあったんで、久しくちょっとボートを作ってないんで、ボート作るのも楽しいんじゃないかなとはね、な思います。ただは前回言ってたような、仕事をね、これね、これ作ってからにしましょう。さあ、あ、おっしゃー、あぶねあぶね、逃さん逃さん。そのね、ちょっとしたもの見に行きましょうか。あら、取っちゃったこれ。たまに間違って取っちゃうんだよね、ここ。いろんなものが置いてあるから。夜になる前に行った方が良さそうやな。危ないからね、爆弾したいね、危ないからね。あれ？爆弾復活してない？おい、ウサギども危ないぞ、そこ。ここは戦場や。この石でやれる人が来るんでしょうか。なんかウサギが捕まえやすくなってる気がするんだけど、小動物が。気のせいだろうか。で、この岩場はいつも通りあるんですが、こちらに謎のね、ものがあるんですよ。ちょっと行きましょう、行きましょう。この村です。一体何があるのか、やった人は分かるかもしれませんがね、何気なくここロープとか取り来てたんですよ、こうやって。で、ここに入ったらね、見てください、これ爆弾のアイコンと岩場がある。これもうどういうことなのかと。うん、もうね、私もね、そんなバカじゃないよ、そんなバカじゃない。あれだけちょっとあれだけのヒントがね、あればね、私だって分かる。ちょっと待って。ちょっと待って、火つけるか、まだ、あ、待て、あ、あ、ほんとー。まあ、いいです。分かります。これはね、爆弾で、ここを開けろっていうことでしょ。開けたい。これ、行ってみましょうか。あの、セムテックスにしとこうか、一応ね。さあ。よし。どうや、どうや。声。おっし、おし。どうや。あ、あれ？時計、時計。あれ、下に行くとか、そういうのではないんだね。ああ、え？ちょっと。なんか重要なアイテム手に入りました？ああ。いや、そうでもないな。ちょっと爆弾作っとこう。え、もしかして爆弾を使ってこうやってたびたびアイテムを手に入れるということなんでしょうかね。ないよね、特にね。ないな。これは骸骨だもんな。そっ
か、そういうことなんやな。まあまあこれをたちょこちょこ見つけていきましょう。じゃあちょ夜になっちゃうな。これこの辺も拾っておこう。ああ、そういうことね。他の村にもあるんだろうね。なんかそれとも今の爆発に巻き込まれてものすごい飛んでいったとかそういうのじゃないよね。お、原住民ね。ああ、待て待て待て、鬼ごっこや、鬼ごっこや、鬼ごっこや、待て待て待て。もうね、多分原住民化したい今の私がとても恐ろしいでしょうな、俺。これすげえな、ほんと。これ、木も焼けるか。いや、木は焼けないな、さすがに。よし、死んだようだな。下屋持っていきましょう。いや、このね、地雷が、もしかして復活すんのかな、これね。あの、時間経てば。それともバージョンアップの効果なんでしょうか。バージョンアップで爆弾が、リスポンしたんでしょうかね。しかし、このランプいいね。このランプさ、消えることないから、あの、すごく便利だなと思いますね。松明って結局消えちゃうからさ、これ、ところどころに、つけとくのもありかもしれませんね。作っとこうか、ドクロランプね。これあれ、あ、これね。あ、いいね、これところどころやっとくか。こういうところにも足跡聞こえなかった。大丈夫か。夜になるとちょっと怖いからね。この辺に、やっておきましょう。よし、この辺にもね、これちょっと死体をここに置いて、もう死体置き場からなくなっちゃったからね。頭だけこの人、なんか黒いけど何なんだ俺。どうなってるんや。あと家の中にもさっきのドクロを作っときましょうか。これ便利だな。ちょっと入り口の門のところにも。痛い。もう変態みたいな感じになってたけど、キャー変態みたいなね、のび太さんのエッチみたいなのがね、来てるね、あれね。まったく、ほんと、また攻めてきたな、やつらが。またやつら攻めてきたんか。ちょっとライトはこれでよしと。枝があと、ないと、あ、向こう行ってるね。あれ、なんか戦ってない、あれ。あっ、木を切り倒してくれてる。ちょっと、木切り倒してくれたやつを、こう、室内に運びたいね、ちょっとね。この辺にさ、置き場作ってさ、あいつらたびたび、切り崩してくれるからさ、それに甘えちゃおうよ。あとこれ、月引っかかってた。やべえ、また始まるのか。あの悪夢がまた始まるのか。おい、ちょっと待って、明かりを確保する前にちょっと干させてください。来てないよな。 OKOKOK。 この辺ね、全部干しておきましょう。最近食い物も盗まれなくなってよかったな。ありがたい限りですね、これ。よし、これとこれとこれと。よし。あとは大丈夫かな。ちょっと枝を集めていきましょうか。念のため。あ、まあ、いっか。まあ、いっか。ちょっと枝集めていきます。OK。これは完成しましたと。あと、これも枝が必要なんで、これにも、ちょっと完成させちゃいましょうか。メスも来てるな。あれ、あそこにメスがいましたね。もうモザイクを外してくれというね、のは、でも、たびたび言われるんだけどね。外して実況してる人っていっぱいいるんでね。まあ、そちらの方で、ちょっと見ていただければなと。私、まあ、一応ね、つけてるんで。千手観音。千手観音。あいつ千手観音とね、名付けましょうか。こっち来てみ。ね、その腕持って、もうちょっと前来てみ。
ちゃちゃちゃ、もうちょっと前、こっちこっちこっちが、こっち側にゆっくり、そうそうそう、恥ずかしがらず恥ずかしがらず、そう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 、それでね、こっち側来ればいいね、ピクピクしないで怖がりやな、あいつら怖がりですからね、ほんと。あの木を切り倒してくれたやつをどこに、あ、あったあったあった、回収しておきましょう。いや助かるね、助かる、これちょソリをもう作ってる暇ないからね、そのまま手で運びますよ。いやこれ助かるね、 あそこにいらっしゃるね、ここも囲まないといけないね、もうそろそろね、安全を確保するために。ここ囲み方どうしたもんか。あそこに罠があるから、後でこう食料をきちんとこう守る形で罠を外に出す感じの囲み方にしましょう。この丸太はもったいないから消えてしまう前に全部回収しちゃおうか。よし、ここもこの手が完成しました。エヘジーがこんなに今寄ってくるのはエヘジー効果なのかもしれませんよっていうコメントもあったんですが、まあ、もしかしたら本当そうかもしれませんね、これはね。あとね、あの質問が来てて、質問じゃない、あのコメント来てたんですが、前回聖書手に入れた時のあの横穴のところ目印のなんか置いて、これどっかから見えるかもしれないって言ったのは、あの大穴の横穴なんじゃないかというね。確かにあそこ大穴だと、見ればこう合点がゆくというかね、それもちょっと確認しに行きたいですね。一応確認しに行きましょうか。あ、これなんか溜まってない、あ、なんか水だ、今水だった、何を手に入れたんだ、水だよね、単に水を手に入れただけだよね、謎ですね、謎です、これ。ちょっと休憩しとこう。でですね、あと、十字架は亡くなった人への祈りのものなんじゃないかと、確かにその可能性もありますよね。扉がね開いてるという噂です、扉が開いてるという噂なんだよ、これ。これはちょっともうあのおなんだなんだ、なんかびっくりした、なんか飛んできたと思ったら、このドクロ、オッケー、明かりをこうやって家の中に灯しておきましょう、こうここら辺とかにも。このドクロの明かりいいな、いっぱい作っとくべきかもしれないな。よいしょ、この辺にも作っとこうか、どうせや。あそこにアンヨガ成就がいるわ。アンヨガ成就がいるね、あれね。どうしたもんかな。こいつ弓何発で倒せるんですかっていうね、質問も来てたけど、弓はね、ちょっともったいないからね、この方にはね。やんないけど。これにかけたいね。この罠にね。よいしょ。こっちか。こっちの罠にね、あれにかけようぜ、あれに。ああ、ちょっと通り過ぎていったから。あいつちょっとアホやからね。だいぶ朝になったんで、このまま、その大穴の方にも行ってみたいですね。いや、果たしてあそこに本当に繋がっているのかと。あと、扉を開きたいね。どうなるんだろうね。開いたらその先に何が一体いるのか、それが気になるよね。よーし、今回はちょっと大穴一発開けていこうか。 OKOK。 なんかこのドクロライトで道を作るのもいいな。これなんかたびたびいいってなってるけど、これなんやろ、これで水を入れたってことか。いや違うな、これちょっと謎やな。ちょっと水も飲んでいこうかな。これを完成させて、いいね、明かりランプあるのいい、
だいぶ懐いてきてるなこの子だいぶこの子私に懐いてきてるな。私の前をくる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 回ってどこ行ってたなまずはビーチの方に行きましょうか。こちらの方から行って、怒りのある洞窟から、扉のある方向へ向かっていくっていう感じが多分最短ルートではないでしょうか。あれ？あ、カニかと思った。新しい生物が増えたのかと思いましたわ。この辺は特に変わってないのかな。だいぶカメいるな。カメの甲羅パーン飛んでいくけど、あれなんだよね、最近、ミュータントタートルズ見たんだけどね、あのぐらいのカメが襲ってきたらちょっともうね、私ももうちびりますね。もうアーク並みにね、脱豚しかねないよね。今なんか奥のカメが空から降ってきてなかったか、なぜかな。もうだいぶ梅雨時に入っちゃったんでね、現実のね。まあ皆さんもね、急な雨に打たれてることがあるかと思いますけども、私もそうですね。こっちからこの奥に行けば怒りのとこに行くんじゃないかな。で、地形が変わりましたけど、この奥が、崖ポイントになってるんですが、崖抜けたら辺のところに、怒りがあったんですよね。でね、なんかアドバイスで、もし扉の方行くなら石をいっぱい持っていった方がいいですよというね、謎の助言を受けたんですが、ちょっとね、石をじゃあ持っていっときましょうか。なんだろうね、石が必要になってくるってなんだろうね。一応あと1個ぐらいは持てんのかな、石。でも洞窟の中に結構石って落ちてますもんね。あ、5個が限界だな、石は。これは小さい石だ。石の中でも小さい石の方ね。あ、火炎瓶、火炎瓶。火炎瓶作っときたいからね。で、酸素、あ、もう鍋か。酸素も取っといて、で、多分この先だったんだよね。フレアと、これも取っときましょうか。あ、薬もこんなとこ落ちてんだ。意外と落ちてるね、ここね。最後。オッケー。早く振、素早く振る方に振るか、力に振るか、もういろいろ微妙なとこなんですが、どっちもいらないですね。弓があればいいと、私は思います。よし、これで、鳥をゲットってこのままできないのか。おい、もう縦横無尽に私の広げたマントに行きすぎだろう。ここでセーブして、もう一度。うん。じゃあ行きましょうか。Let's do this! さあ。ああ、不穏な雷が鳴っておりますね。こう、漕ぎながらライトいけたかな？あ、いけるね。さあ、やってきました。あれ？左になんか、人がもう死んでない？早速。そこで貼るのやめてくんないか、そこで。あ、そこで貼るのはやめてくれ。それはないわ。ちょっと、それないわ。ちょっと待って。一回、これで、降りたすぐ、アイテムの、これに変えます。やばいやばい。危ね、この野郎。いや、完璧に貼られてたね。危なかったね。いや、まさかね、システム上のね、あの不利をついてくると思いませんでしたね。やっぱ IQ が上がってるよね。人が操作してる波だよね、あれね。危なかった危なかった。さあ、やっていきましょうか。先ほどね、こちらに死体が見えたんだけども、これは、落石によるところだね。だいぶ、ここだいぶなんか、ぐっちゃーってなってるけど、前もこういう感じでぐっちゃーってなってたよね。あ、ケツ。よしよし。
ああ、これパイロットだったのかもしれませんね。こんな死体あったっけな、前。よし、これも OK。暗くなっちゃった、暗くなっちゃった。多分多分。暗いと怖い。洞窟の中暗いと怖いから。ひたすらお金が落ちてるというね。ひたすらお金ですね、これ。あ、ロープロープロープ。意外とロープ落ちててくれてるからこれ助かるな。ロープ足りなくなったらここに入ってくるのもありですね。ただ貼られますけどもね、あいつに。これは特に何もないのか。びっくりした、びっくりした。あれあの死に方卑怯だわ。この死に方卑怯だわ。ちょっと怖いわ。あ、でこれ十字架のとこですよね。うん、ちょっと行ってみましょうか。よし、ホリホリするか。ちょっと暗いの、暗いよ。ちょっと待って、暗いの、ちょっと我慢してください。よいしょ。チャンネル登録、十字架を持ってきたい、ね、の方は、画面のアイコンから。携帯機器でご覧の方は、下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。さあ、行きましょう。だいぶ寒くなってきたけども、やばくなった時のためにこれも用意しておきましょうか。